6月7日午前0時日本時間午前9時までに調べたウクライナの戦況です。ハイライト、戦況図の説明が終わった後に注目したい事柄、トピックスをお伝えします。6月6日のハイライト。ドニエプル川のカホフカダムが破壊されました。双方が相手を非難していますが、動機がどちらにあるか、それに状況はどうだったのかを考えればロシア軍の可能性が高いと近藤は思っています。ウクライナ軍は溶かしてダチの町を攻撃している最中にダムを攻撃する可能性はないでしょう。カホフカダム破壊についての影響などはヘルソン方面の戦況報告でお伝えします。ウクライナ軍はロシア国境地帯への親ウクライナ派の越境攻撃、バフムトでの反撃、ザボリージャ後方へのミサイル攻撃、ヘルソン方面でのドニエプル川東岸への攻撃などの予備作戦が行われた上で、ザポリージャ、ドネツク州南西方向で機甲・機械化部隊の侵攻が始まっています。ロシア側は大規模攻勢が始まったとコメントしています。大規模反攻は始まったのでしょうか。詳しくは各地域の戦況報告でお伝えします。天候に関する報告。2023年6月6日から7日、東部および南部晴れ時々曇り、西部および北部雨、最高気温25度、北寄りの風毎秒2から6メートル。木曜日から土曜日6月8日から10日、東部および南部晴れ時々曇り、西部および北部雨、最高気温30度。日曜日から月曜日6月11日から12日、東部および南部雨、西部および北部曇り、最高気温26度。東部と南部では11日から天候が崩れますが、それまでの数日は地上戦闘向きの天候が続きます。ロシア側での爆発炎上。マリウポリ港湾地区で爆発と火災が発生しました。映像等がないのですが、地元住民が複数 SNS に投稿しています。特幕では市内各所で10回の爆発が通報されています。ロシア軍の損失に関わる報告。戦死した兵士の数800名、7日間平均530名となっており、ウクライナ軍の反撃が複数箇所で始まったためか、ロシア軍の損失が急増しています。地上装備の損失は101台、1億9900万ドル相当と推定されており、7日間平均の損失台数は67台となり、損失台数、損失額ともに高い数値となっていますので、ウクライナ軍の反撃は一定の戦果を上げているのは間違いないでしょう。空爆に関する報告。ウクライナ軍の空爆はロシア軍の集結地あるいは基地に対するもの15回、対空関連目標3回、砲兵陣地5回、その他の目標に1回の計24回実施されました。天候の回復もあり出撃回数は増えています。長距離打撃兵器に関する報告。ウクライナの長距離ロケットジーマーズによる攻撃はロシア軍の集結地あるいは基地に対するもの12回、対空関連目標4回、電子戦装置1回、砲兵陣地7回、倉庫弾薬庫などで2回、指揮所3回、その他の目標に3回の計32回実施されました。
ここ1ヶ月の中では最も多く砲撃を行っています。次に戦況について戦況図を使ってご説明します。ハルキウ市方面、ノバエタボルジャンカでは新ウクライナ派の進撃が続いており、新ウクライナ派は戦車も持ち込んで進撃を続けていますが、どうもロシア軍はこの地域に対して十分な部隊を派遣できていないようで、ロシア軍の抵抗はほとんどないようです。自由ロシア軍とロシア義勇軍は引き続きノバエタボルジャンカの北側に向かって進撃しており、丸に現れるロシア軍部隊を迫撃砲や砲兵などの支援射撃を受けながら撃破しています。ロシア軍は東部や南部のウクライナ軍との前線に多くの部隊を回しているためか、ロシア国内に残っている軍の状態は想像以上に悪い可能性があります。自国が直接迫られているのに戦力が十分に投入できないのは何かおかしいです。クピャンスク方面、ウクライナ軍はドボリチナ、オスキル川西岸からフレニキウカ方向に新たな攻撃を行っている可能性があります。 SNS にロシア側からこの攻撃に関する情報が流されています。ただ現時点でこの攻撃を裏付ける映像等は公開されていませんので、未確認情報となります。ロシア軍は連日行っていたマシティフカ南側での攻撃を行っていませんので、ウクライナ軍の反撃は事実である可能性が高いです。スバトバ方面、クレミンナ方面、この2方面でロシア軍の攻撃やウクライナ軍の反撃は報告されていません。シベリスク・リシチャンスク方面、ロシア軍は6日もビロホリフカに対して激しい攻撃を行っています。ビロホリフカには北と東から直接攻撃を加えながら、北西の森でも最適の攻撃位置を確保するために攻撃を行っており、ウクライナ軍と激しい戦闘を繰り返しています。現時点ではビロホリフカへの攻撃はすべてウクライナ軍により撃退されています。東部バフムト、アルチェモスク方面、バフムト市内およびその周辺の戦況です。バフムト市郊外の北西部ではウクライナ軍が激しく反撃を進めています。ウクライナ軍はザルジネンスクに対して攻撃を行いながら、 M03 号線の北側にも支配地を広げています。 M03 号線南側沿いの高台はウクライナ軍が完全に抑えました。ロシア軍は敗走しています。またウクライナ軍はベルキウカの大部分を占領し、ベルキウカからパラスコビウカ方向にも反撃を進めているようです。ドボボバシュリフカのロシア軍はそろそろ撤退しないと、このままでは包囲されて孤立するでしょう。バフムト市内では両軍に動きはありませんでした。ロシア軍は6日もバフムト市の南側から西に攻撃を仕掛けてきていますが、ウクライナ軍に撃退されています。クリシチウカ付近では6日もロシア軍陣地の掃討が行われています。今日も第3突撃旅団から6日の映像が届いています。
заебись. Что? А? Да.今ご覧の映像がそうですが、ロシア軍は毎日陣地を追われており、ウクライナ軍は着実にクリシチウカに迫っています。東部ドネツク市方面北側、ロシア軍は1週間ぶりに攻勢に出ており、アウディーウカの南側、セベルネとネベルスクに対して攻撃を行っていますが、これはおそらくウクライナ軍の反撃を牽制するための防御のための攻勢と思われます。ウクライナ軍はオプトネに対して攻撃を行っており、オプトネを奪還したという情報も流れていますが、現時点で視覚的に確認できる映像などがないため青赤マークとしています。また、ウクライナ軍の第59歩兵旅団は、ネベルスクの南西で、ロシア軍陣地を攻撃して、これを奪取することに成功しています。東部ドネツク市方面南側、ロシア軍はマリンカに、チェチェン軍特殊部隊であるアフマトを投入して、激しくマリンカを攻撃していますが、ウクライナ軍の抵抗は激しく、6日にはついに燃料気化ロケット弾をトスワン投射機から発射した模様です。映像がありますのでご覧ください。しかしロシア軍は燃料気化弾を使用してもマリンカを落とすことができず、6日の攻撃も撃退されています。ウクライナ軍はノボドネツク、ノボマイオルスクへの攻撃を終了し、撤退した可能性が高いです。この撤退の理由は、今のところ分かっておらず、ロシア軍の反撃かもしれませんし、他に理由があったのかもしれません。現時点で、ノボドネツクとノボマイオルスクが、ロシアに取り戻されたかどうかも不明です。南部ザポリージャ州方面、ウクライナ軍はベリカノボシルカの方向から南に進んでストロジェベの町を攻撃中ですが、ロシア軍が設置した地雷原を抜くのに苦労しており、地雷によって数量の装甲車両を失いながらも前進を続けています。リビノピリに向かっているウクライナ軍は、威力偵察を行いながら、ロシア軍の状況を把握しようとしています。6日に行われた威力偵察で、ウクライナ軍は、数両の装甲車両を失っています。リビノピリのロシア軍は、この付近では一番盛況と考えられます。ノボダリウカは、ウクライナ軍が5日に占領しており、ウクライナ軍はさらに前進を続けています。この方向でもロシア軍は地雷原を用意しており、地雷によってウクライナ軍に損害が出ています。ロシア軍はザポリージャ州一帯でかなり広範囲に地雷原を設置しており、今後のウクライナ軍の進撃においては迅速な地雷除去が行われないと、進撃の速度が上がらない可能性が高いです。ザポリージャ州の上空では、低空を飛行するウクライナ軍のスホーイ 24M が撮影されており、両翼の下にはストームシャドウを搭載しているのがはっきり映っています。ウクライナ軍は6日もストームシャドウによる攻撃をザポリージャ州南部のロシア軍の広報基地に対して行った模様です。南部ヘルソン州方面、カホフカダムが破壊されたことにより、下流では洪水が発生しており、
ドニエプル川の東岸でも西岸でも多くの家屋が水没しています。衛星写真を見るとウクライナ軍が橋頭保を築いていた東岸の台地とその南西側の湿地帯も水没しています。川幅は広がっており、今後渡河しての作戦は水が引くまで不可能になると思われ、ウクライナ軍がダムを破壊したというロシア側の主張に対しては大きな疑問が残ります。自ら実施中の作戦を台無しにするような攻撃を行うわけがないと思いますけど、しかもダムが破壊される前の数日、ロシアは効果的な洪水を引き起こすためかダムの水位を意図的に上げており、水位は過去最高の 17.5 メートルまで上昇していました。今ご覧いただいているのが過去のダム水位の推移です。これらの状況からロシア軍がやった可能性が高いと思います。またカホフカダムのすぐ上流にあるクリミアへ続く運河の取水口の水位も減るでしょうが、運河への取水に影響がないのかも気になります。クリミアへの真水の供給はこの運河に多くを頼っており、飲料水は他の水源でなんとかなる可能性がありますが、農業用水はこの運河がなければ確実に不足します。ロシア軍はもはやクリミア半島を見捨てる覚悟をしているのかもしれません。またダムの上流では急速に水位が下がっており、ザポリージャ原子力発電所の冷却用水の取水に問題がないのかも気になります。ヘルソン市内にもかなりの浸水があり、多くの住宅や建物の1階が浸水の被害に遭っています。次に注目したい事柄です。ウクライナのゼレンスキー大統領は記者会見で、いくつかの国はすでにウクライナに F-16 を提供する用意があることを確認しており、かなりの数の航空機が期待されていると述べています。ウクライナは48機の F-16 を希望していたようですが、それより多くの F-16 が集まる可能性が出てきているようです。欧州各国は F-35 への更新を急いでおり、その買い替え特需により余剰になった F-16 が結構出てくるものと思われます。ディフェンスエクスプレスの記事からです。ドイツはウクライナ向け航空機を再検討しており、ユーロファイターやトーネードの譲渡の可能性もまだ除外されていないとのことで、 F-16 以外でも譲渡する可能性があるようです。航空機は一度使うと簡単に変更はできないので、ドイツは将来のビジネスも考え始めているのでしょうか。ZN.UA の記事からです。中国はカホフカダムの破壊によるザポリージャ原子力発電所の核災害を防ぐよう呼びかけると中華人民共和国の国連大使である張軍は述べました。さらに中国はロシアとウクライナに対し、できるだけ早く交渉の席につき紛争のエスカレーションを防ぐよう求めている、当事者は自制し懸命な行動をとり、できるだけ早く和平交渉を再開すべきだとも述べています。裏でこそこそと動いている国が本当に鬱陶しいです。近藤はこの中華人民共和国という共産主義を標榜する単なる独裁国家が本当に嫌いです。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。